自由という、ね、切りのいいところもあるんですけど、今日やるメンバーは、去年もですね、12月28日にやりました。でその前の年も確かやったんですね。そうですね、3回目ですね。なぜかそういう、はい、なぜかはちょっとまた後で言うと、ね、いうことで、曲もですね、なんか、まあ、いかにも僕はちょっと仕切っているような感じになってるんですけど、選曲はもうボーカリストにお任せしているという、はい、そういう感じでやってますので、ね、ちゃんが選んでくれた曲を、僕がアレンジしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、2本立てというか、ファーストがあってちょっと休憩して、セカンドがありますので、セカンドはまた全然ジャンルが違って、ペコリちゃんが歌を、ね、やります。どちらかというとホワイト系とブラック系みたいな感じになってますので、よろしくお願いします、はい、じゃあどんな感じか。はい、毎回と時空間セッション、テーマを決めさせていただいているんですけども、1回目会った時はアイドルをテーマに、あともう一人女性のボーカリストのゆり子さんがいて、2人でやっていたんですけど、で2回目は、もうまあ J-POP とかですかね、あと昭和歌謡などをテーマにしてやってました。で今回ちょっと、でいつもメンバー一緒なんですけど、今回は1人で歌わせていただきます。で今回テーマをミュージカルや映画をテーマにした曲を選んでおりますので、知ってる曲も多分知らない曲もあると思うんですけど、よかったらちょっとその気分で聴いていただけたら嬉しいかなと思います。まず、1曲目にお送りする曲は映画バーレスクという曲の、バーレスクの映画の曲ですね、曲じゃないウェルカムトゥーバーレスクという曲になります。ちょっと不思議な雰囲気になるかと思いますが聴いてください。増えました。じゃあ
マジシャンだったんですよ。で、そう、何気に、そうなんですよ。そうで、ちっちゃい頃から手品好きで、いつも私もうすぐあの、それどうやってるの、どうやってるのって聞いて、すぐあの種をあの明かしに行くっていう。で、そう、もらいました、これは。で、家にあったので、ちょっと引っ張り出してきました。あのスプーン曲げとかもできます、何気に。そう。次回じゃあスプーン曲げで。本当はちょっとやろうかなと思ったんですけど、ちょっとお母さんに反対されたので、なんかスプーン曲げはちょっと曲に合わないんじゃないみたいな、そうそうそう、言われたので。皆さん、今日はあの動画撮影全然 OK ですので、後で見せてください、撮った人。あと今日、ユーストリームでですね、今、ちょうどこのオンタイムというか、流れてまして、僕の教え子がフランスの教え子がマチルドちゃんという。今見てるらしいです、フランスから。国際的。はい。続いてまいりバーレスクからお届けします。ボーカルやってます、ボーです。BOW と書いてボーと言います。よろしくお願いします。
してギター、フライヤー見てもらうとね、分かるかと思うんですけど、ちょっと雰囲気が変わりすぎて、そう3年連続同じメンバーなんですけど、一応リハの時にもう一人のペコリちゃんっていう子が、ね、気づかなかったっていうイメチェンしすぎて、ギターの森部くんです。そしてドラムトシピーさんですベースカズさんです、はい、そして我らがボス森さんです。よろしくお願いします、ね、中村くんとかは今年はいっぱいやりましたね。いろんなとこで、ね、関わるようになった今年の締めっていうことでね、ちょっとここでここだけで盛り上がっちゃうかもしれないですけど、ぜひちょっとついてください頑張ります。じゃ続いての曲が、ミュージカルレミゼラブルお送りします。 I dream a dream。夢の国の曲ですこれは私ずっとやりたかったんですけど、今劇団
式でリトルマーメイドがやっているんですけど、それをね見に行って、もうその日ずっともう家で歌ってましたねいつかライブでやりたいと思って、今回、それもあってこういうテーマにさせてもらったんですけど、それをちょっと今回、斬新なアレンジをしてもらって歌います。聴いてください。生活もいいかななんて思うようになりました。音楽だけやってる生活もいいかな。そうですね、皆さん新年とかは何かありますか？ライブ告知とか。ありません。お。ライブ先ですけど、3月。3月を。3月31日に、また今回時空間。ボリューム10ですね、11っていうのを企画してます。はい、また、ですね、初のメンバーですね、やったことない、あ、多分そうですね、初ですね。で、フュージョンっていうジャンルと AOR っていうジャンルで、ちょっとドラムの、今日来てるんですけど、ハギのパスラマンね、後で叩いてもらうからね、後で、あ、これの前振りをちょっと後でやって、予行練習するっていう感じの3月31日になりまして、多分すごくね、AOR って何かちょっと分かりにくいと思うんですけど、
本セクションが入ってるとかね、まあ、バンドでいうとトドとかシカゴとか、まあ、そういうのをイメージされると分かりやすいんですけど、まあ、もうちょっとマニアックになるとね、スティーランドがそういう感じの世界観っていうか、ね、それとフュージョンっていうのは、まあ、何でしょうか、インストで小難しいいろんなキメがあったりとかですね、まあ、日本だと T スクエアだったり、カシオペアだったり、ディベーションだったりとか、ね、まあでも、やる日本系海外系が結構で、まあ、ジェンベックね、まあ、はい、いいね。っていうのをやりますので、皆さん、はい、よろしくお願いします。で、ですね、SNS でもこういうのもしてるんですけど、今回、多分この店にちょっと貸してもらったんですけど、この紙のフライヤーは、500円引きの、あれが、券がついてます。もしよかったら、もらってください。あと今日出演する、キーボードの斉藤文子がそこにいるんですけど、僕の教え子ですね。多分教え子の中で一番可愛いんじゃないかなあ、マジルド見てる、マジルド見てるすいません、問題ありません。文子ちゃんもこのフライヤーを、あ、まだ渡してないね、後で渡すので、はい、もしよかったら、僕じゃなくて文子ちゃんから持ってください以上です。はい、皆さんありますか。1月の森先生と一緒にやるライブ、1月27、ホザというところで、シンガーソングライターの高島さくら子さんという方と一緒に、そうね、フライヤー忘れちゃった、あ、持ってきたんで、後で、はい、今ちょっと上なんで、上ですね、はい、じゃあ後でお渡ししますので、よろしくお願いします。すごくこれもね、さくら子の、オリジナル曲もあるんですけど、なんだろうな、こうなんて説明したいんだろう。なんか結構いろんな国に、まあ、ね、音楽を聴いて世界旅行ができるような、まあ、分かりやすく言えばスペインだったらスペインをやるという感じ、ね、そういう感じでアジアの方行ったらアジアの曲行って、ちょっと南国行ったらそんなね、素晴らしいメンバーと共にやりますので、そちらもぜひよろしくお願いします、ね、謎の外人も入ってるいただきます。2月の11日に、僕がやってるオリジナルのバンドでサクラノートっていうバンドがあるんですけど、もう10年以上活動してるんですけど、多分ライブが10本やったかどうかっていう、あまりになかなか会えないバンドっていうところでやってるんで、もしよかったら、メモリーレーンというところでその日はやります。あともう一つ大人バンドっていうバンドがありまして、夏にレコーディングをしまして、それの CD が予約完成したのを2月の今度は18日に、南区の JB ホールというところでさせていただきますので、もしよかったら、はい、はい、お待ちしております。今日はですね、大人バンドのギタリストの方がどこかにいますね。筋トレの方法を僕はちょっと、ちょっとこの学校関係のミュージカルがありましてですね、ミュージカル待ち時間に森部君から筋トレ方法を教えてもらってました。そう、詳しいのでもし興味ある方は聞いてください、はい、そして私も、告知はないんですけど、この時空間聖書毎回、ね、同じこの12月28日にやらせてもらってるんですけど、何回か来てくださってる方はなんとなくちょっと予感してるんじゃないかなと思うんですけど、私誕生日なんです、今日ありがとうございます、ありがとうございます。これ皆さんに歌ってもらってもいいですか、今日歌って
生日をちょっと過ごさせてもらってます。3年連続で、そうありがたいです。もうね、いくつなんだって話ですよね。そうですね。そうですよね。僕も知らないですよね。え、本当ですか？知らないです。え、嘘。本当ですか？あのそうです、ね、僕の教え子なんですけど、はい、もう何期生かも分かんないですから。そうですね、6期生です。6期生。はい、6期生で卒業してかなり経ちましたね。今日で29になりました。そう、20代ラストやばい。そう、どうしよう、なんかもう心が追いついていってないですよね。やばい、そう、あと1年で30、怖い。なんかやっといた方がいいこととかあれば教えてください。先輩方。ね、今回は、今年はというか、僕も先月50歳を迎えました。半世紀来たということで、今日半世紀記念、半世紀記念、ね、あと50年くれたらいいなって。行きましょう、50年、まあ、無理ですけども。頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そう、今もう一人ゆり子さんと一緒に歌っていて、まあサプライズで、ね、歌ってもらったんですけど、そう、今年ね、3回目ともなるとね、ちょっと毎回来てる人はね、もうそろそろいいかなと思ったので、今回はちょっと次の曲はミュージカルと映画から外れちゃうんですけど、今回は私から皆さんにちょっと歌を届けたいなと思って選曲させてもらいました。それでは聴いてください、ベストフレンド。
です。何を皆さんに歌おうかなと思って考えたんですけど、なんかやっぱ改めて聞くと、あんまり歌ったことなかったんですけど、改めて聞くとすごいいい歌詞だなと思って、やっぱシンプルにありがとうと伝えたかったので、皆さんの前で歌えて幸せです。ありがとうございます。残りもね、あと少しになってきたんですけど、次の曲は、今年公開された映画、アニメーションかな、シングという曲、ミュージカルじゃない、映画の曲になります。あんまり知らないから、最近すぎて知らないから、日本だとミーシャとかトレンディエンジェルの斉藤さんとか吹き替えしてるやつなんですけど、その曲の中の、ゴリラの人隙間スイッチの方ですね、大橋さんが歌っている曲をお届けしたいと思います。ちょっとしっとり系が多かったので、ちょっと盛り上がる曲を入れてみました。はい、はい、次は聴いてください。
も映画のシングという中から届けしたいんですけれども、次はですねちょっとスペシャルゲストお呼びしたいと思います。第2部で出演するペコリちゃんです。Hallelujah.
では少しばかり休憩を挟んで、ピコリステージに行きたいと思います。はい、リブも楽しんでてください。はい、ありがとうございました。はい、美味しい料理やドリンクもあるので、ぜひ皆さん気にせずお食事を楽しんでいて、忘年会だと思って、ね、楽しく。